昨日盛岡市の住宅の敷地内に熊が出没し、飼っていた鶏が襲われる被害がありました。昨日午前7時半ごろ、盛岡市山岸の門脇光子さん73歳が自宅の敷地内にある鶏小屋に餌をやりに行ったところ、入り口の戸が壊され、飼っていた6羽すべてがいなくなっていることに気づきました。小屋の周囲には鶏の羽が散乱し、近くには熊の糞がありました。朝の3時ごろ、ちょっと犬が今までと違った声で吠えたんですね。今までこんなことなかったので、びっくりはしました。昨日午後6時半ごろには、門脇さんの次女が自宅近くの山の斜面と鶏小屋のそばで成獣とみられる熊1頭を目撃し、警察に通報しました。門脇さんの自宅は山のふもとにあり、近所ではたびたび熊が目撃されていたということです。警察や猟友会が周辺のパトロールを行い、警戒しています。